かい吹いたら伝えたい言葉は届くだろう。誰かが何かに怒っても出口はないなら、何度でも何度でも何度でも立ち上がり呼ぶよ君の名前。声が枯れるまで、悔しくて苦しくて頑張ってもどうしようもない時も君を思い出すよ。1万回ダメでヘトヘトになっても、1万1回目は何か変わるかもしれない。しがみついて胸かきむしって諦めないって叫べ。何度でも何度でも何度でも立ち上がり呼ぶよ君の名前。声が枯れるまで、悔しくて苦しくて頑張ってもどうしようもない時も君の歌を思い出すよ。この先もつまずいて傷ついて傷ついて、終わりのないやり場もない怒りさえもどかしく抱きながら、ふう、どうしてわからないんだ伝わらないんだ、喘ぎ嘆きながら自分と戦ってみるよ。1万回ダメで望みなくなっても、1万1回目は来る。君を呼ぶ声、力にしてくよ。何度も明日がその一番いい回目なのかもしれない。